ございません。はい、それで前回取り外しした時にボロッと割れちゃいましたよね。あれはサポートがなくて板に、まあ、そのこの板ですね、直接その 3D プリンターのものがついていたので、外す時にこれでもうガンガンボリみたいな、もう大惨事起きてましたけども、今回はベースとあとサポートを立てたことによって 3D プリンターの印刷した部分がですね、簡単に取れれるようになります。では 3D プリンター用の模型のサポートの立て方について解説していきます。まず中空にした模型をプラットフォームに上下で移動します。上下で移動させるとこんな感じですね。上下の模型のうち片方を選択してこのように分けて左右に配置をします。この時に印刷される範囲が赤い縁で囲まれているので、そこの範囲内に入っているかを上面からも確認していきます。上下それぞれの模型が重ならないように配置します。まず上角からサポートを作っていきましょう。プラットフォーム側に模型の底辺が向くように回転させます。サポートを立てるときはこのようにやや傾けるんですけど、前歯がやや垂直になるくらいの角度がいいと思います。このくらいに傾けたらサポートを立てる準備をしていきます。アドサポートをクリックします。するとこのような画面になります。模型の底面を確認すると赤く表示されている部分があるのでわかります。この赤い部分にサポートを立てていきます。赤く表示されている部分の上で右クリックをしてバーサポートをクラスタ状に作成をクリックします。こんな感じですね。全体を確認して少し足りないなと思う部分はその上で右クリックをしてその位置にサポートを立てることもできます。内側のサポートが終わったら縁の部分のサポートです。縁の上で右クリックをすると全体がピンク色になりサポートが立てられます。サポートが少なすぎると模型が不安定になったり印刷時に崩れてしまったりすることがあるので、まんべんなくサポートを立てるのがポイントです。できる限り赤いところはサポートをこのくらいの密集度で立てていきましょう。だいたい一つの模型でこのくらいのサポートを立てるといいと思います。赤い部分にまんべんなくサポートが立てられているか、いろいろな角度から確認しましょう。回転してみるとこんな感じです。サポート適用をクリックします。適用をするとサポートが立ちます。このままだとサポートが直接プラットフォームに立っていることになるので模型が不安定になってしまいますので、サポートの下にベースプレートを1枚入れます。左下の2番目のベースプレートをクリックします。そうするとこのようにサポートの下にベースプレートが設定されます。このような形で上角は完成です。続いて下角です。下角をクリックして角度を傾けます。裏側から見てサポートを立てていきます。まずアドサポートをクリックして赤く表示されている部分にサポートを立てていきます。赤い部分の範囲が大きいときは右クリックをしてサポート作成を押すと何本か同時に表示されます。または赤い表示の上に一つずつクリックしながら立てることもできます。
サポートを立て終わったら、画面の左下のサポート適用をクリックします。その後、また同じく左下の2番目のベースプレートをクリックして、ベースプレートを設定しましょう。これなんですよ。これが大事なんですよ。もうここが大事。保存した画面を確認していきます。保存の画面を見たときに、サポートとベースプレートがつながっていないことが分かったので、少し調整をしていきます。サポートとベースプレートはしっかりつながっていないと意味がないので、サポートがプレートに入り込むぐらいの位置に模型側の位置を調整します。ベースプレートはプラットフォームにくっついているので、あとはちゃんとサポートが浮いていないかを確認することが大切です。最後、このような保存画面でサポートが均等に表示されるかを確認してください。最終確認が終わったら保存をします。サポートとベースプレートは一体になっているわけではないので、もし模型の位置を移動したら、ベースプレートも移動させることを忘れないようにしてください。では18分経ちましたので開けてみましょう。これがサポートがついている状態ですね。なのでこの規定の部分に直接ついていないので外しやすいってことですよね。まず、こんな感じでですね、ちょっと落とします。するのとしないのと、ね、全然違うんで、ぜひね、ぜひ皆さんやってください。ちょっとのことです。あとはこのレジンのあれですよね、その有効活用っていうのもね、やっぱり作業スペースを汚さないというのはすごく重要です。ちょっとのお手間で全然違うとね。だいぶ取れましたかね。それでは外します。でこの時も結構作業スペースをね、汚さないように常にお掃除ピシッとしながらですね、やった方がいいんじゃないかなと。よし、はい、取れましたね。取れました。で、まあ、こういうところもね、ちょっと先にあらかじめきれいにしてみた方がいいんじゃないかな。きれいなの好きですけどね、少し作業スペースをベトベトにしないと。でサポートを立てると、やっぱサポートのところにどうしてもこのねレジンが入るんで、ちょっと多少はこういうのもあると思うんですよ。で、いきます。
きます。今度上ね、反対側にしましょうか、ね、サポートがあるんで安心ですよね。本体の部分がついてませんから。はい、もう終わりました。はい、できました。サポートさんがあるとこんなに安心と。サポートとても大事です。サポートなくやっちゃダメですよ。でこれを今度は洗浄して二次効果ね、させていきます。どうもサポートさんありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。